こんにちはポーーーーールルマッカートニーワールドニワドュースです今回はポール・マッカートニーが今でもバスを好きな理由の話です。多くの著名人はその認知度の高さゆえに世間との接点を持ちにくいと感じています。マッカートニーは世界中の誰にでも認められる人です。しかしマッカートニーは今でもできるだけ普通に暮らそうとしておりファンに囲まれても平気でバスに乗っている。 マッカートニーは人前で写真を撮ることを好みません。多くの有名人は人前に出るときにファンを避けるための独自の方法を持っています。マッカートニーは60年近く音楽界のアイコンとして活躍した後、ファンに対してより率直に写真撮影やサインをしたくないと伝えています。しかしファンとのおしゃべりは普段から交流がある印象を与えるため嫌がらない。 私は、ショックと恐ろしいことで、写真を撮らない人間の一人です。と、マッカートニーは GQ のインタビューで語っています。道を歩いていたら、誰かが、ポール、ポール、と言いながらポケットに手を入れ、何をするかわかるでしょう。iPhone を手に取るのです。そこで、私は、いや、すみません。私は写真を撮らないんです。と言ったんだ。そして、気にしないでほしい。 ちょっと話してみようかそれから私は彼と一緒に5分間の時間を過ごし写真を撮ると突然自分らしくなくなることを説明しました私は有名人のように感じますそして私がいつも言っていることを知っていますか南フランスを思い起こさせると言いますサルと一緒に写真を撮りに来てください突然私はそれです私は私らしくいるために。 テニー・レインはビートルズが1967年に発表した曲で有名になりました。ジョン・レノンとポール・マッカートニーはテニー・レインで待ち合わせをして町へ向かうバスに乗ったそうです。マッカートニーはリバプールのバスに思い出があるそうです。バスに乗っても誰にも気づかれなかった頃のことをよく覚えているそうです。 ビートルズを経て、ソロ活動でも成功を収めた真っ赤は、今でもバスに乗ることを楽しんでいるそうです。子供の頃、バスに乗ると、3、4駅だけ停車して、降りて周りを見渡すんです。何年か後にジョージ・ハリスンに、まだバスに乗ってるのか、と言われたのを覚えています。そして、そうなんだ、バスが好きなんだ。と答えました。確かに好きです。 美しい車も好きで、運転も好きです。でも、平凡であることには何かがあるのです。つまり、私は自分が平凡であることは全くできないことを知っています。私はあまりにも有名で平凡であることができません。しかし、私にとっては、まだ自分自身を感じているという内面の感覚が非常に重要なのです。マッカートニーは、ニューヨークで乗った印象的なバスの旅を思い出します。 多くのファンが話しかけようとしたが、彼は本を読んでいて、集中したかったのだろう。その後、多くのニューヨーカーは彼をそっとしておくことにしたが、一人の積極的なファンが元ビートルズと興味深い会話をすることにした。彼らは皆ニューヨーカーで、まっすぐ前を見ている。私がバスに乗ったことに気づいているのは気づいているけれど、トマッカートニーは語りました。すると バスの後部座席から黒人の女性があなたはポール・マッカートニーですかと話し始めたのです。すると彼女はこのバスで何をしているんですかと言ったんです。そして叫ぶのをやめて私の隣に座るかいと言ったんです。そしてみんなの方が盛り上がったのがわかった。大好きなんです。どこへ行くのと聞かれた。 彼女が姉に会うためにアップタウンに行っていることを知り、素敵な会話をすることになったんだ。以上、ポール・マッカートニーが今でもバスを好きな理由の話でした。今日もポール・マッカートニー、ワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも掲載を続けますので、励ましのチャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。